オースティン・ジェームズ・ディーンは、アメリカ合衆国テキサス州、ハリス・グンスプリング出身のプロ野球選手。ウト右打ち、MLB のセントルイス・カージナルス所属。マイアミ・マーリンズ時代2012年の MLB ドラフト4巡目で、マイアミ・マーリンズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コースト・リーグ・マーリンズで、プロデビュー。47試合に出場して打率。 223、2本塁打、15打点、2投塁を記録した。2013年は、A-9 バタビアマックドックスと A 級グリーンズボログラスホッパーズでプレーし、2球団合計で63試合に出場して打率。262、3本塁打、22打点を記録した。2014年は、A 級グリーンズボロでプレーし、99試合に出場して打率。 308、9本類打55打点、4盗塁を記録した。2015年は A90 ピターハンマーヘッツでプレーし、136試合に出場して打率。268、5本類打52打点、18盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。2016年は、 A 級ジャクソンビルサンズでプレーし、130試合に出場して打率、238、11本打六67打点、1盗塁を記録した。2017年は、A 級ジャクソンビルジャンゴシュリンプでプレーし、61試合に出場して打率、282、4本塁打、30打点、3盗塁を記録した。2018年8月15日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビューを果たした。この年はメジャーで34試合に出場して打率、221、4本類打、14打点、1盗塁を記録した。2019年はメジャーで64試合に出場して打率、225、6本類二21打点を記録した。 2020年1月9日にディフェとなった。2020年1月14日にディオイル・バーゴスとのトレードでセントルイス・カージナルスへ移籍した。ありがとうございます。